三条コ合戦は、毎年6月の第一土曜日、日曜日に、新潟県三条市で開催されるタコの祭りである。三条市ではタコをタコと呼ばず、イカと呼ぶ。三条コ協会が主催する。慶安2年に三条に、村上藩の陣屋が置かれ、旧暦の丹後の節句にタコ揚げを奨励した。三条のタコは、今でいう、江戸コだ,だった。陣屋は、 寮内の若手農民を募り、100枚針以上のタコを作り上げた。町民は30枚針から50枚針までのタコだった。その後、大きいタコを小さいタコで勝てないだろうか。から六角巻きダコがこの三条で発明され、毎年町民が勝利するようになった。そのため陣屋も六角巻きダコに変わっていった。このことから三条が六角巻きダコ発祥地であることが言える。 なお、期限は、元六五年という説もある。資料、郷土記録誌、ふるさと三条、第21号より、その後、陣野大町民のタコ合戦は、町内単位の争いとなり、旧暦の単語の節句の時期に合わせて6月の第1、土曜日、日曜日に開催されるようになった。昔は、3日間とも午後からタコ合戦であったが、現在は、3日間分を2日間でやっている。 なお、7.13水害による五十嵐川の河川、改修事業により、2005年には会場を、新潟県立三条商業高等学校裏手の、五十嵐川河川敷から三条、円総合グラウンドに移し、2006年からは三条、競馬場跡地に移した。2008年は、改修事業の関係で、再度三条、円総合グラウンド。 2014年からは三条防災ステーションで開催している。タコ合戦初日となる6月の第1土曜日の前日には、全夜祭りと称して1の木戸商店街から中央商店街を経て三条市立、中央公民館まで各組が、軸組のタコを持ってタコ林が、スピーカーから流れる中をパレードする。パレードには、新潟ダビッドソンクラブが協力し、 ハーレー・ダビッドソンが先導する。今は、全夜祭りパレードは行っていないが、山上夏祭りでは、タコパレードに各組が参加している。毎年6月の第1土曜日と日曜日の2日間、山上防災ステーションを会場に合戦が繰り広げられる。同日に開催されている、白根尾凧合戦や三つ市今町地区と長岡市、中野島地区との今町。 中野島大凧合戦が川の対岸同士で競うのに、対し、山上凧合戦では参加する組は赤白に分かれ、川上、川下の陣地で凧をあげる。二日目には、川上、川下を入れ替えて合戦をする。一日目の九時に合戦が開始され、六角コをあげる。赤組は、白組の上がったタコを、白組は逆に赤組のタコを、それぞれ空中で絡ませる。 主審がコールした時点で合戦が成立する。合戦が成立すると、タコに相手のタコの糸を切るかが、この合戦の見どころとなる。糸につけたワニと呼ばれる木製の道具で、ワニの口に似た器具を使って、相手の糸を挟んで切ったりタコを落とす。もしくは殻と呼ばれる滑車に糸を絡めて、早く引き、相手のタコを先に落としたり、早く引くことで糸に発生する摩擦力で、 相手の糸を切り落とす。ここが各組の技能が発揮されるかによって勝負が決まる。得点を競うため、揚げ師と呼ばれるタコ揚げの名手などが興奮し、三上弁で罵倒し合う場面が見られることもしわしばある。得点は3段階に分かれている。1日目は、タコ合戦と2日目は、開会式、イベントダコ合戦の合戦でこの点数をいかがに、稼ぐかが競われる。赤組。 白組の各優勝で得点の多い方が総合優勝となりも一方が組優勝となる。総合優勝には白龍器が授与される。組優勝にはハイトラバタが授与される。その他には技能賞、主勲賞、関東賞、最高技術者賞がある。合戦会場の一角にはイベント会場が設けられ、タコに関するグッズや物産品が販売されたり、 タコ林が披露される。令和元年により、三条マルシェが2日間同日開催されました。六角巻きダコは六角形の形をしたタコのことで、三条氏が発祥の地である。上げない時は上下の骨である辛抱を抜いて丸めておくことができ、全国のタコの中で形態性に優れている。さらに六角巻きダコは上下左右と操作性もよく上がり、上空でも安定性のあるタコである。 六角巻コの絵柄は、市川團十郎を箱、戦国武将の歌舞伎絵が好まれて使われている。タコ合戦に用いられるタコは、畳2枚半程度の30枚針畳3枚、半程度の大きさの50枚針屋である。また、お土産用には小さなタコが販売されている。タコの大きさは、修字用半紙1枚が単位で、使われる枚数に応じて何枚針屋 何枚度と表される。三条のタコ屋は、昭和初期には11件あったが、今現在は、須藤タコ屋と小林タコ屋の2件ある。三条タコ活性のタコはすべて、須藤タコ屋が制作している。三条市で歌われる民謡である。この時に限り、タコ林と呼ぶ。が、歌詞では、イカとタコとが混在している。作詞、作曲は、渡辺光一で、 創作当時に関わった人に話を聞くと、全国民用コンクールを意識していた様子が十分、伺える。山条市ふるさと運動推進協議会により、小学校に広まり、この歌に合わせた踊りもあり、旧山条市街地域の小学生は、山条夏祭りのパレードで練り歩きながら踊るため、習得している。全国民謡コンクール優勝時の踊りは、お囃子が始まるまで踊り手は、 現れず、お囃子が始まるとともに、次第に、ステージの両側から現れて、左右の踊り手が組踊りをし、再びステージの両側に消えてゆく。これは、イカ合戦のイメージで、左右が赤組白組を表し、組踊りは、イカ合戦でイカが絡み合うことを表したもの、と聞いている。歌い終わりは、えち一とあるが全国民謡コンクールに出るために、言い換えて歌われたが、 オリジナルは日本一である。ありがとうございます。